こんばんは、仙道です。本日も FIFA 22の選手キャリア、仙道が世界を席巻する企画やっていきます。さあ本日はね、リーグ優勝をかけたプレイオフの第5節 R ウィン戦です。まずは順位表を確認しておきます。はい、こちら順位表です。我々現在首位ちぎっています。対戦相手の R ウィンはね、現在2位です。もうこの天王山制したらほぼ確定だろうな。次節くらいには優勝決まんじゃねえかな。それでは試合行きます。はい、両チームのスタメンこちらです。私はいつも通り2トップの左です。今回も暴れるよ。それでは試合行きます。はい、試合スタート。さあ、我々右サイド。カッパールドからカリム、ここ来ない。パス来ない。動き直すだけ。岡ちゃんのメンタリティでいいよ。左一回使う、一回使う。私いいよ。私もらう。ちょっとこれは冷静に、冷静冷静。打っていくの？おい、ナイス。いいんじゃない？いいんじゃない？積極的に行こうぜ。首位攻防戦だから。うん、ナイス。さあ、我々のコーナーキック。どうすんだ？ニアの私か？打っていく。いや、ちょっと。入力弱すぎた。オッケーオッケー、ナイス判断。ちょっとすげえソフトな、まさか俺に来ると思わなかったから、すげえソフトなボレーになっちゃった。ここは弾いてほしい、ナイス。どうしよう、一回キープして、強さ見せる、強さ見せる。落ち着こう、落ち着こう。一回繋ぐ。いいよ、いいよ。組み立て直すだけ。うん、岡崎慎二の組み立て版のメンタリティね。一回縦パスもらうか。うん、大丈夫、大丈夫よ。これは逆サイ展開。うん、ナイス展開。いいんじゃね？私に来ねえかな。いい感じに。来ねえか。どうも、いや、奪い切って、これは冷静に繋ぐ。ナイス！うえ。結構英語出てるよ、みんな。さあ、ウィーン来てるよ。大丈夫か？ちょっと私たちのダメなところが完全に出たディフェンス。まずい。ナイスコーン、いいよ。いや、昨日ね、ブラジル戦ありましたね。ちょっとまた、ラグあるかな。この動画上がる頃には、もう3日4日経ってる気がするけど。まあ、ブラジルね、強かったね、正直。かなり世界との壁感じる内容だったな、個人的には。まあ、守備頑張ってはいたけど、攻撃ちょっときつすぎたよな。点取れるビジョンがマジでなかったんだよな。ナイスパスじゃないの、これは。いや、いけねえか。どうもい、どうもい、どうもい。いや、ちょっとね、三笘のとこね、ミリトンがマジで強かったんだよな。恐ろしく冷静、私。ちょっとね、ミリトンがね、強かった、マジで。カオル、言ってくれんじゃねえかなと思ったけど、ミリトンがね、マジ強かったよね。でもまあ結構さ、結構ギリ、ギリ止めてた感じだったから、なんかもっとプレイタイムあれば、一回くらい抜けたんじゃないかなとは私は思ったけどね。もうちょい早くね、投入してほしかったよね、60分くらいから。あー、1-0。いや、あとは俺はなんか順位のところでね、違い作ってほしかったというか、まあブラジル結構スタメン、えぐかったじゃん。えぐかったけど、なんか左サイドバックの人だけ知らなかったからね。うん、なんか、そこで唯一違い作れるんじゃないかなと思って見てたし、前半10分15分くらいまでに、純也がね、1対1仕掛ける場面確か2回くらいあったから、ワンチャンいけんじゃねえかなと思ったけど、無理だったね。そんなことはなかった。彼もなかなか強かったというかね。カゼミロもなんか純也のことを警戒してたのかわかんないけど、あの左サイドバックの彼をカバーしに来てたもんね。失点してたか、1-1。まあ、あと、京吾ね。京吾スタメンだったから俺結構期待してたけど、まあ、京吾のとこまでボール行かなかったよな。それはまあちょっと残念だったけど。まあ、あともう、何回かね、チャンス与えてほしいよ。ちゃんとスタメンでね、戦う。まあ、でもなかなか難しいよな、ブラジルから点取んの。あとあれだな。ブラジルちょっと交代のメンツキモすぎねえか。いい意味で。いい意味でマジでキモかったろ。なんであれ、ジェズスとか、マルティネッリとか、チアゴシューバ、ファビーニョとか交代で出てくんだよな。ちょっとキモすぎんだろ、さすがに。層が厚すぎるよ。で、さらにあれでしょ。コウチーニョとか、エデルソンとかいいんだもんね。ちょっとリターン欲しいけど。いいや、カリム。さあ、もう前半ロスタイムです。早いね。これ前半終了かね。はい、前半終了。はい、前半のスタッツこちらです。まあ、我々が若干押してるかな。後半行こうぜ。はい、このスタート。さあ、ウィン来てるよ。大丈夫か、こりゃ。ちょっとまずいな。中開いたって。いい、ナイスコーン。ナイス、ナイス、ナイス。謎な種類のクロス選択してきたけど、ゴロだったら余裕でやられたろうな。さあ、相手のコーナーキック。これは、ちょっと変化つけてきて、
頼むよ。ちょっと日本代表もなんかセットプレー工夫してほしいよな。なんかね、ああいう展開の試合だとセットプレーで一発みたいな狙いたいけどね。なんか我々全然、我々というか日本代表全然ね、可能性感じなかったよね。さあ我々行こうぜ。ちょっとこれ首位攻防戦だからさ、こんな話してる余裕あんまねえんだって。ちょっと私もちょっとパスミスしちゃったけど。大丈夫か？私のロストから、オッケーオッケー、ナイス、ナイス男。いやいや、行こうぜ行こうぜ、ソレット。結構遅行すんだよね、我々も。ただいい感じにボールもらって、アーロンソンナイスラン。スペース開けてくれたけどごめん。マジでごめん、今のは。ちょっと急ぎのディフェンス行こうか。オッケーオッケー。ここ繋ぐ。カリムに行って、もうコで勝負、コブで勝負。いけいけいけ、カリム。オッケー、ナイス。カリムが行った。今のはかっこいい。カリムやっぱ決めんな、こいつ。やっぱりカリム。ザルツブルクのイボの糸。いや、コで勝負しろと思って勝負してくれたね。まあなんか花道開けた感あるけどね。アイニーチー。さあ、アーロンソンから私じゃん。一回ここ預ける。カリム下がってます。謎のフォワードに変わって。どうですか、このパス。頼む。いや、マジか、外すのか。オフサイドもないよな、今のは。うん。セスコ。いや、外すか。でかくね、セスコって誰だ？さあ、我々のコーナーキック。セスコ行ってくれ。セスコ、いや、セスコ高さが自慢だな。さあ、アーロンソンからセスコ。中に来ない。ナイスフィジカル、ナイスフィジカル。バイタルでもらってミドルあるか？これあるか？前向いて、ここは冷静にパス戻してほしい。どうしよう。ちょっとブロックが怖いから、ごめん、持ちすぎた。完全に持ちすぎた。ちょっとみそぎのディフェンス行こうか。やばいやばいやばい、カウンター。我々の悪いとこ出てるって、これは。ちょっとガンダで戻ってるけど、もうスタミナがなかったわ、いつの間にか。やべえ！コーン頼む！出てこ、ナイス！ナイスコーン。さあ、ちょっと攻められてるよ、ウィーンに。頼むぞ。バイタル空いてない、やばい！いやー、入っちゃうか。意外と強えぞ、ウィーンが。ちょっとドラマ狙いたいね、こっから。これやられるか。人数は揃ってた気するけど、ちょっとぽっかり空いたね。おい、22。さあ、75分よ。行こうぜ、行こうぜ。アーロンソン繋いでくね。ベルネで、アーロンソン。セスコ一回もらってよ。セスコに入って、ここ来た！コントロールシュート、冷静に。いえ！マジでごめん。いや、待って、外したか。マジで悪い、これは。さあ、ウィン来てます。ちぎり許すなよ。サイドに出されて、中インザでけえの。頼むよ。クロス警戒、クロス警戒。雑に上げてきた、ナイス。繋げよ、しっかり繋いで。ベルナルド頼むよ。コーンちょっと足元心配よ。そこ浮かせる必要あんのか？いよいよ、マイコマイコ。大丈夫、ファールはない。まずいまずい、下がる。いや、ちょっとまずいな、このパスは。頼む。こう、よっと、オッケーオッケー。ナイス、ナイスセーブ。いや、まずい。拾われた。繋がれて、いやー、やられた。まずい、まずい、まずい。ドラマ起こされたって。やべえぞ。全勝優勝の夢ついえたか、ここで。いや、この時間で勝ち越しじゃなくて逆転許すのは渋いな。コーンの一発目のセーブ、かっこよかったんだけどな。はい、兄さん。ちょっと行こうぜ。なんか抜けてっか。なんか抜けてっか。スタミナないけど、ちぎっていく。右足でー。オッケーオッケー。来た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 。なんか来た、なんか来た。オッケーオッケーオッケー。なんであの劇的パフォ出ねえんだよ。160センチ45キロだぞ、お前筋肉パフォしても。いや、なんか抜け出したわ。俺スタミナもうゼロだったから、ちぎれねえと思ったけど、なんか行ったな。屈強の男たちを、押しのけていったよ。ナイス、右足シュート。アイサンさん。ちょっとドラマあるよ、マジで。行こうぜ、行こうぜ、行こうぜ。こっからもうノーカットで行こう。戦うよ、最後まで。落ち着いてくね、相手は。ウィーンね。オーストリア首都です。私は意外に行ったことないですね、オーストリアの首都、ウィーンは。さあ、縦パス入って、大丈夫か、これ。頼むよ。最後、攻めようぜ。ロスタイム3分ある。そこ蹴んのか。ただ、セスコいるからね、セスコが。いいよ、拾って、バッシーリ、セスコ、私か？アーロンソンの抜け出し、あ、ちょっときついか、ごめん。行こう行こう行こう、プレス行こう、プレス行こう。みんなでみんなで。みんなで行こう。取れない、それ。いや、終わっちゃうなぁ。試合終了。おい、試合のスタッツこちらです。いや、なかなか熱かったぞ、今回は。いや、私一回決定機外してんだよな、そこ引っかかんな。おい、選手の評価こちらです。私は2ゴールで 10.0 だけど、一回外してんだよな。つーか、カリムをな、もっと使ってほしいんだよな。やっぱレーティング抜けてるからね。
今日なんか謎のセスコが入ってきたからさ、オカフォーでよくねえか。オカフォーベンチ入ってるもんな。なんで今日セスコ試したんだよ。はい、チャンピオンシップラウンドの順位表こちらです。我々は初めてプレイオフでね、勝利逃しましたが、まあがっちりね、首位はキープと。次節勝利して2位のウィーンがね負けたら多分優勝確定な気がします。はい、続いて今後の日程です。次回は中3日で A ウィーン戦ですね。ここに来ての過密日程渋いぞ。だって今日の試合とかもあれだよね、一週間試合間隔空いてんのに、スタミナマックスじゃなかったよね。ちょっと体力持つか心配っすね。それでは本日はね、ここまでにします。チャンネル登録とか高評価とかコメントとかぜひお願いいたします。それでは、ありがとうございました。さよなら。